高度2万フィートの悪夢作。リチャード・マシスンシートベルトをお締めくださいキャビンアテンダントがそばを通りながら明るい声で言ったほとんど同時に通路の全部キャビンとの境の上に座席ベルト着用の表示がともり一緒にその下の禁煙のサインもついたウィルソンは 煙,草の煙を杯いっぱいに吸い込んで小刻みに吐き出し水差しを肘掛けの灰皿にイライラした仕草でもみ消した危害でエンジンの一つがけたたましく咳き込むような音を立て煙の雲がやきの中へ吐き出された窓外に目をやったウィルスンはエンジンなせるから白い炎が吹き出すのを見た第二エンジンが咳き込みうなり声を上げ 直ちにプロペラが回り出したウィルソンはぎこちない手つきでシートベルトを締めた全エンジンが始動しウィルソンの頭は機体の振動に同調してうずき出した DC-7 が雷のような音を立てて排気ガスの熱風をやきに吐き出しながらエプロンをゆっくり走行していきウィルソンはその間ずっと前の座席の背に目を当てて身をこわばらせていた。 滑走路の手前で木は一旦停止した窓からはターミナルビルの巨大な輝きが見える明日の昼前にはシャワーを浴びてさっぱりと着替えを済ませ交渉相手のオフィスに座って取引を進めていることだろうそんな取引の一つや二つまとまろうとまとまるまいと人類の歴史にはけほどの意味もないのだなんとくだらないバカバカしい。 エンジンが離陸に備えてのウォームアップに入るとウィルスンは息苦しくなったただでさえうるさかった音が耳をろするほどになり耳がこん棒で殴られているように響いたウィルスンはその音を排出させるかのように口を開けた目はどんよりと性気を失い手は身構える動物の鍵詰爪のように縮こまっている上に腕を触られよっとなって足をすくめた 顔を振り向けるとキャビンアテンダントが微笑みかけているさっき搭乗口で迎えてくれたキャビンアテンダントだった大丈夫ですか彼女の言葉もかろうじて聞き取れるほどだウィルスンは口をへの字に結び彼女を追い払うように手を振ったキャビンアテンダントの微笑は一層明るい笑顔に花開きさっと真顔に戻ると背を向けて立ち去った 飛行機が動き出しはじめは自分の体重を持て余している巨獣のようにのろのろと進み次第に摩擦の効力を振り切りながらスピードを増していく窓の方に顔を向けると暗い滑走路がどんどん過ぎ去っていくのが見えた翼の端の方でタラップが下がる金属のきしみ音がしたそれと気づかぬうちに巨大な車輪が地面を離れ大地が遠ざかっていく 目の下に流木がさっとかすめすぎ建物が流れ車のライトが水銀の矢のように飛び刺さる DC7 はゆっくり右へ傾いて旋回し白銀の星々の輝きに向かって上昇していったやがて水平飛行に移るとエンジンが止まってしまったような気がしたが 耳が慣れるにつれ巡航速度の低いエンジン音が聞こえてきたほっとして緊張が緩み安堵感に包まれたがそれもつかの間でしかない身ろぎもせずに禁煙サインを凝視し続けそれが消えた途端急いでタバコに火をつけたそれから前の座席の背後ポケットから新聞を抜き取る例によって世の中は今の彼の置かれている状況と同じようなものらしい 外交上の摩擦、地震、鉄砲事件、殺人、レイプ、竜巻、衝突事故、企業戦争、暴力沙汰。神、空に白示す、すべて弱こともなし、とアーサー・ジェフリー・ウィルソンは胸の内でつぶやいた。15分もすると彼は新聞を放り出した。胃の調子が悪い。 二つある化粧室の脇の表示に目をやる。二つとも使用中のランプがついていた。離陸してから三本目のタバコをもみ消し、頭上の読書灯を消し、窓の外を眺めた。機内の乗客たちは次々に読書灯を消し、座席をリクライニングさせ、眠る体勢に入っている。ウィルスンは腕時計を見た。11時20分。がっかりして。 たため息をついた思った通り搭乗前に飲んだ薬は全然効いてこない化粧室から女性が出てくると彼はパッと立ち上がって旅行カバンをひっつかみ通路を化粧室へ向かった案の定何も出なかったウィルスンは情けない声でうめいて服を整えた手と顔を洗い旅行カバンから洗面セットを出し 歯ブラシに歯磨きを絞り出す片手を冷たい核液について体を支え歯を磨きながら小窓から外を見たすぐ目と鼻の先に機体寄りのプロペラが薄青く見えているウィルスンにはそのプロペラが外れ三枚刃の肉切り包丁のように飛来して彼を切り刻むところが目に見えるようだった胃にドンツが走った 思わずぐっと唾を飲み込んだので歯磨きの味の唾液が喉を下っていった口をゆすいで水を一口飲んだああ列車で行けたらどんなに良かったか自分だけのコンパートメントがあって気が向けばラウンジカーに行き安楽椅子に収まって飲み物片手に雑誌を読むこともできたのにしかしながら世の中そんなにうまくいくものじゃない 洗面道具をしまおうとしたところで旅行カバンの中のユフの包みが目に入ったちょっとためらってから洗面台に小型のブリーフケースをのせその下になっていた包みを手に取って膝の上で開いた腰掛けたまま油びかりするピストルの金星の取れた美しさに見とれたこれを持ち歩くようになってほぼ一年になる そもそもピストルを携帯することを思いついたのは、現金を持ち歩くので、出張先の都市で強盗に襲われたり、町のチンピラに絡まれたりした時の誤信のためだった。だが、心の奥底では、確かな理由は一つしかないことに気づいていた。日に日に彼の頭を締めている理由、簡単なことじゃないか、今、ここで。 ウィルスンは目をつぶり生唾を飲み込んだ甲虫はまだ歯磨きの味がして下にかすかな発火の刺激が残っているゾクゾクする寒い化粧室の便ンに座り込んだまま彼は油を引いたピストルを両手に乗せている突然体が震えだしどうにも抑えが効かなくなった神様どうかやらせてください 胸の内でいきなり叫んだやらせてくださいやらせてその哀れっぽい声が耳に響いていることに自分ではほとんど意識していない唐突に我に返った口を毎一文字に結びピストルを包み直して旅行カバンに突っ込みその上にブリーフケースを載せカバンのファスナーを閉めた立ち上がりドアを開けて外に出ると 足早に自分の席に戻り旅行カバンを元通りの場所に置いた意地掛けのボタンを押して座席をリクライニングさせる彼はビジネスマンであり翌日にはやらなければならない仕事が控えている分かりきった話だ体を休ませなければならない睡眠が必要だから眠るまでのことだ20分もすると ウィルソンはそろそろと手を伸ばしボタンを押して座席の背を元に戻した諦めきった表情が顔を追っているジタバタしたって始まらないどうせ眠れないのは分かっているそれならそれでいいじゃないかクロスワードパズルを半分ほど埋めたところで新聞を膝の上に落とした目がひどく疲れている姿勢を正して肩を回し 背中のこりをほぐしたさてどうしたものか読書をする気にはなれないしさりとて眠れもしないそれにまだ腕時計を見るロサンゼルスに着くまで78時間もあるどうやって時間を潰そうか機内を見回すと乗客は全部キャビンの1人を除いて残らず眠っていたやみくもに腹が立ってきて 大声を上げ物を投げ飛ばし誰かを殴りつけたくなったあまりに強く歯を食いしばったため顎が痛くなったブルブル震える手でカーテンを開き殺気を帯びた目で窓の外を見た翼端の高光灯が点滅しエンジンカウリングから出る排気ガスが不気味な青みを帯びて見える何たることか この地上2万フィート上空の北極の闇で彼はこのご音をあげる死の殻に閉じ込められて <noise> 稲妻が空を白く染め翼を真昼のように明るく照らしウィルスンは顔を引きずらせた彼は息をのんだ嵐になるのだろうか激しい雨と風空という海原で翻弄されるこっぱりすぎない飛行機 そののの連想はは気分のいいものではない。もでな彼は飛行機に弱いのだ揺れがひどくなると決まって酔ってしまう酔い止めのドラマミンをもっと多めに飲んでおけばよかった当然のことながら彼の席は非常用ドアのそばと決まっているあのドアが何かのはずみに開いたら彼は飢餓へ吸い出され悲鳴を上げながら落ちていくことになる まばたきして首を振った。窓を顔にくっつけて目を凝らしていたので首筋がチリチリした。微動もせずまばたきもせず凝然としたままだったのだ。なんとバカなことを。突然胃袋の筋がギュッと縮み上がり眼球が飛び出しそうになった。翼の上を何かが張っている。 感が不意に襲ってきた離陸前に犬か猫かが翼に這い上がりそのままずっとしがみついているのだろうか考えただけでもゾッとするかわいそうに恐ろしさに反響乱になっているに違いないそれにしてもツルツルの表面で風圧もすごいのにどうやってしがみついていられるのかまさかそんなことはありえない あれはやっぱり鳥か何かで稲妻がひらめいたあれは人間だったウィルソンは身動きもできなかったただ呆然自失して翼端の方へ張っていく黒い影を凝視していたそんなことあるわけがない度重なるショックに麻痺した心の奥でそういう声が上がったがウィルソンの耳には届かなかった 彼が意識していたのは心臓が破れそうな鼓動を打っていることそれと翼の上にいる人影のことだけだったいきなり氷水を浴びせられたように我に返ってなんとか納得のいく説明をつけようとしたちょっと考えられないミスか何かがあって整備員を機体に乗せたまま離陸してしまい彼は風で服をちぎられても 空気が気迫で寒さに凍えそうになっても必死にしがみつき続けているのだそうに違いないと即座に決め込んだ出し抜けに立ち上がり CA さん !CA さんと呼んだ彼の声はキャビン内にうつろに響き渡った指 b デーは呼び出しボタンをグイグイ押しているキャビンアテンダントさん キャビンアテンダントが顔をこわばらせながら通路すっとんできたウィルスンの顔を見た途端ギクッと立ちつくむ人が外にいる人だえ彼女の方と目の周りが引きつったいいから見てほら手を盛んに振り動かし座席に沈み込むと窓外を指さした翼の上を張っ 後の言葉は喉に突っかえたまま消えた翼の上には何もいなかったウィルスンはそのまま震えていた機内の方には振り向かず窓に映っているキャビンアテンダントの顔を見ていたその顔にはポカンとした表情が浮かんでいるようやく振り返って彼女の顔を見上げた赤い唇が 言葉を発するかのように開いたが何も言わないままに閉じゴクリと生唾を飲み込んだ無理な作り笑いが彼女の顔をちらりとかすめたすみませんきっとあれはしまいまで言い終わったかのようにウィルスンは唐突に口を閉じた通路の反対側の席にいるティーンエイジの少女が半分寝ぼけた後期の目でこちらを見ている キャビンアテンダントは咳払いをして「何かお持ちしましょうか」「水をいっぱい」彼女は背を向け通路を戻っていったウィルスンは長々と息を吸って少女の好奇の眼差しから顔を背けた彼自身は至って正常だった正常だと感じた そののことが彼には一番のショックだった幻覚を見たり絶叫したり米紙を原稿で売ったり紙をかきむしったりそんな兆候はどこにもないのだぎゅっと目をつぶったやっぱり翼に人がいたんだと思った幻覚なんかじゃない現実に人がいた 彼自身は正常なんだいやしかしそんなことがありうるはずがないそれもはっきりと分かっていた目を閉じたまま今ジャクリーンが隣に座っていたらどうするだろうか考えてみたショックのあまり口も聞けないで黙っているだろうかいや彼女のことだから何も見なかったふりをして派手に笑いを振りまき喋りまくっているのではないだろうか 息子たちはどう思うだろう胸の奥におえつに似た衝動が起こったああ何たることかお客様水をおちしましたウィルスンはビクッとして目を開けた毛布をお使いになりますかいや結構だかぶりを振るよくもこう平静な態度をとれるものだと 自分で不思思議に思った「ご用がございましたら呼び出しボタンを押してください」ウィルスンはうなずいた手にした紙コップには口をつけないまま後ろの方でキャビンアテンダントが乗客の一人とひそひそ話をしているのを聞くともなしに聞いたカッと怒りがこみ上げてくる腕を下に伸ばし水をこぼさないよう気をつけながら 旅行カバンを引っ張り出した。ファスナーを開け、睡眠薬の箱を取り出し、カプセルを2錠、水で流し込んだ。空になった紙コップを握りつぶし、前の座席の背後ポケットに押し込むと、窓の方を見ないようにしながらカーテンを閉めた。これで済んだ。一度ぐらい見学を見たからって、それで気がおかしくなったことにはならない。 右脇を下にして体の向きを変え飛行機の突発的な揺れに備えた「あんなことは忘れるのが一番だいつまでもくよくよ考えてちゃいけない」いつの間にか口元が苦笑に歪んでいた「まあとにかく幻覚だとしたところでありふれた月並みのやつとは訳が違うそれだけだって大したもんじゃないか」「2万フィートの上空で DC7 の翼の上を」 裸で這い回る人間なんて波の狂人ではとても及びもつかない妄想だぞ冗談気分はすぐに消え失せた背筋に寒気がしったあれはあまりに鮮明で生々しかったあれが現実でないのならどうしてあんまはっきり見えたのか心の迷いだけで視覚作用があれほど完璧に働くものだろうか彼は疲れきっていたわけではなかったし 頭がぼやけてもいなかったぼんやりした影のようなものを見たというわけではないのだくっきりとした実体のある現実に存在することがはっきりしているものを見たのだそこが恐ろしいところで到底夢の中の出来事とは思えないあの時ひょいと翼を見たら衝動的にウィルスンはカーテンを引き開けた一瞬そのまま悶絶するかと思った 胸と胃袋の内容物がいっぺんに膨張しはみ出た分が喉と脳に押し上がってきて息を塞ぎ目玉を飛び出させそうになったその膨張した塊に心臓を圧迫され今にも破裂しそうなほど鼓動が高まりウィルスンは硬直して身動きもならない分厚い窓ガラスを1枚隔てた何インチも離れていないすぐそばからあいつがちっとこちらを睨んでいた 身の毛の毛よよだつような顔とても人間の顔とは言えない皮膚は汚らしく毛穴が開いて荒れている鼻はひしゃげて色あせ歪んでひび割れた口は異様に大きい奇形の歯のために押し広げられ目は落ちくぼんで小さくまばたきしない顔全体をもじゃもじゃの毛が多い耳と鼻からも房になって飛び出し頬一面に生えているところは鳥のようでもある ウィルスンは座席に根が生えたように体を動かすことができなかった時間が止まり意味を失った体も頭も機能を停止した全てがショックという氷のために凍結してしまった動いているのは心臓だけ心臓の鼓動だけが闇の中で苦労しく飛び跳ねているまばたきすらもできないただただ 生気を失った目で息を殺してその生き物のうつろな眼差しを見つめるばかりだったはっとなってウィルスンは目を閉じた目の前のものが消えると心の呪縛が解けた「あんなものはいないんだ」と自分に言い聞かせた歯を食いしばり小鼻をひくつかせ「あんなものはいないんだいるわけがないんだ」 心中で繰り返す肘掛けを指の関節が白くなるほど握りしめ自らを奮い立たせるあそこには誰もいない翼の上にうずくまってこっちを見てるやつがいるなんて絶対にありえないウィルスンは目を開けてヒッとあえぎ背もたれに身を縮めたあいつはやはりいたいただけでなくニタニタしていた ウィルスンは拳を握り手のひらが痛くなるまで爪を食い込ませた痛みのせいで自分の意識がはっきりしているという特進がいくまでそうしていたそれから罠なくしびれた腕をそろそろと頭上へ伸ばし指をキャビンアテンダントの呼び出しボタンに近づけていったさっきと同じヘマはやらない立ち上がって大声を上げあいつに気づかれて逃げられてはまずい あいつの金壺こがこちらの腕の動きを追っているので恐る恐る伸ばす腕の筋肉が緊張に震えるボタンをそっと押した一回そしてもう一回さあ来てくれ来て第三者の目で何が見えるかはっきり見てくれ早く来てくれキャビンの後ろの方でカーテンを開ける音がした ウィルスンは体をこわばらせたあいつが醜悪な顔を動かしそちらの方を見たのだウィルスンは身ろぎもせずそいつを凝視していた「早く早く頼むから早く来てくれ」ほんの1秒でそれは終わったあいつの視線がウィルスンに戻りぞっとするずるそうな笑いが口元にかすめたそれからひとっ飛びして 消えたお呼びですかウィルスンは本当に気が狂ってしまいそうになった彼の視線は今の今まであいつのいた場所からキャビンアテンダントの問いかける顔に移りまた翼へ戻りまたキャビンアテンダントへと行ったり来たりを繰り返した狼狽のあまり息苦しくなり目が据わってくるどんなご用でしょう 我慢がならなかったのはその彼女の顔に浮かんだ表情だったウィルスンは自分の感情を押し殺したどう話したところで信じてくれるはずがないそのことを瞬間的に悟ったいやどうもすいません口ごもる唾を飲み込もうとしたが喉がカラカラで舌打ちのような音がした何でもないんですどうも 申し訳ないキャビンアテンダントはどう言っていいかわからないようだった片手をウィルスンの隣の座席の背もたれに置きもう一方の手でスカートの縫い目をなんとなくなぞりながら飛行機の不規則な揺れに身を委ねている何か言おうと口を開いたが言葉が出てこない「あの」やっと声を出してから咳払いをした。 それじゃあ、御用の時は。ああ、ああ、どうもありがとう。この飛行機、嵐に突っ込みかけてるのかな。キャビンアテンダントはとっさに映画を作った。大した嵐ではありませんから、どうかご心配なく。ウィルスンは、けいでもするように小刻みにうなずいた。キャビンアテンダントが言ってしまうと、 鼻孔を膨らませて大きく息を吸い込んだあのキャビンアテンダントは間違いなく彼の頭が変だと思ったはずだが翼に人がうずくまっているのを見たと思い込んでいる乗客をどう取り扱ったらいいか訓練の時にも習っているはずがないことも確かだろう思い込んでいるさっと首をめぐらせて窓外を見た 闇の中に伸びる主翼、勢いよく噴出する廃気、点滅する高光灯を見つめる。あいつを確かに見たんだ。それは間違いない。周りの現実をしっかり捉えていて、どこから見ても正気なのに、心の迷いであんなものを作り出すようなことが果たしてありうるだろうか。精神の歯車が狂っていくときは、現実が全て歪められるのではなく、細部に至るまで正常なままの画面に。 一つだけ異質な映像が投入されるのだと考えるのは筋が通っているだろうかいや全然筋が通っていない不意に戦争中の新聞記事を思い出した連合軍のパイロットたちが出撃中に空に住むと思われている生き物に悩まされたという話が載っていたのだその生き物は確かグレムリンと呼ばれていたはず 実際に、そんな生き物がいるのだろうか。こんな高い上空で、ちゃんと体積も体重もあるらしいのに、重力の影響を受けず、ふわふわ風に乗って飛んでいるなんて、考えられるか。そんなことを考えていると、あいつがまた姿を現した。一瞬、翼から飛び上がったと思ったら、次の瞬間には、ぐるっとこう描いて、また翼に降り立った。 何の衝撃もないようだ体のバランスを取るようにケむくじゃらの短い腕を広げてふわっと降りてきたウィルスンはハッとなったあいつの顔に浮かんでいるしてやったりという表情に気づいたのだあいつはウィルスンに一杯食わせる気でわざとキャビンアデンタントを呼ぶようにし向けたのに相いない空恐ろしさに体が震えた あいつがいることをどうやってみんなに知らせることができるだろうか必死の面持ちで周りに目をやった通路の向かい側の席の少女に声をかけて起こしたらもしかしていやあいつは少女に見られないうちに姿を消すだろう多分誰からも見えない機体の上に飛び上がるそこならコックピットのパイロットにすら見えない 息子のウォルターにせがまれて買ったあのカメラを持ってくればよかったとつくづく悔やまれたあいつの写真を撮ることができたら窓に顔を寄せてみたあいつ何をしているんだ出し抜けに稲妻がひらめき暗闇が瞬間的に剥ぎ取られた あいつは好奇心に駆られた子供のようにガクガク揺れる翼の端にしゃがみ込み右手を回転するプロペラに伸ばしているウィルスンがあっ気に取られて見ているとあいつの手はうなりを立てて回るプロペラに近づいていったとビクッと手を引っ込め悲鳴を上げたらしく唇がめくれ上がった指を切断したに違いないそう思うと胸が悪くなったところが あいつは節くれだった指を広げてすぐにまた手を伸ばしたまるで奇怪な姿をした子供が扇風機の羽にいたずらしようとしている図のように見えたこんな場違いなところでなかったら面白い眺めだったかもしれない何しろはめに見ればあいつの格好は漫画的ですらあったおとぎ話から抜け出してきたいたずら好きの小人が体中の毛を風にはためかせながら プロペラの回転に夢中になっているのだ。これが狂気の産物なんかであるわけがない。あんな滑稽じみた集会なものを生み出す因子が、自分の心の奥底に潜んでいるとは、とても思えなかった。見ていると、あいつは何度も手を伸ばしては、さっと引っ込め、時には痛さを和らげるためか、指を口に突っ込んでしゃぶったりもした。しかも、しょっちゅう確かめるように、こちらを振り返っては、ちらりと見る。 あいつはこれが二人だけのゲームだということを承知の上なのだもしもウィルスンがあいつの姿を誰かに見せることができればあいつの負け目撃者がウィルスンしかいないということになればウィルスンの負けというわけだそう思うと面白い眺めどころではなくなったウィルスンは歯ぎしりしたパイロットたちは一体どこを見ているんだそのうちに プロペラにも飽きたらしくあいつは荒馬にまたがるカウボーイよろしくエンジンカウリングに馬乗りになったウィルスンは目を凝らしてみた背筋に冷たいものが知ったあいつがエンジンを覆っている金属板を剥がそうとその間に爪を突っ込もうとしている衝動的に手を伸ばしウィルスンはキャビンアテンダントの呼び出しボタンを押した キャビンの後方からキャビンアテンダントのやってくる足音が聞こえた「あいつはまだいたずらに熱中している今度こそあいつを出し抜くことができるかもしれない」があと一歩というところであいつがちらっとウィルスンの方を見たと思うと操り人形が舞台から糸で引っ張り上げられるようにひょいと宙に舞い上がっていった「御用ですか?」 キャビンアテンダントがおずおずと彼の顔をうかがった座ってもらえませんかでもあのお願いします恐る恐るという感じでウィルスンの隣の座席に腰を下ろした何でしょうウィ,ルスンさんウィルスンは自らを励ましていった あいつがまだ、外にいるんですよ。キャビンアテンダントは黙って彼を見つめた。あなたにこんなことを言うのは、あいつがエンジンをいじろうとしているからですよ。彼女は反射的に窓の方に目をやった。いやいや、見てもダメだ。もういない。あなたが来ると、いつも飛んでいってしまうんだ。彼女がどう思うか。 そのことに気づくと、急におかんがした。彼自身、誰か他の者のにこんな話を聞かされたら、どう思うか、考えるまでもないことだった。めまいの波が押し寄せてきた。本当に気が狂いかけている。そう思った。私が言いたいのは、あれが私の想像でなければ、この飛行機は大変なことになるということなんだ。そう。 ですね分かってますよ。どうせ私の頭がおかしいと思ってるんだ。とんでもありませんわ。とにかくですね、パイロットに私の言ったことを伝えてください。翼に目を配っているように言って、何にも見えなければ、そりゃそれでいいんだ。だが、もしも何か見えたら。キャビンンンアテンダント 静かにに彼の顔に目を当てている。ウィルスンの握りしめた拳が膝の上でブルブル震えたどうですかようやく彼女は立ち上がった話してきます。通路を歩き去っていく姿がいかにもわざとらしい逃げるのではないと彼に思わせようと明らかに自制しているのだがそれでも普通より早足になっている。 ウィルスンは翼に目を戻した途端、胃袋がでんぐり返りそうになった。あいつがまた現れたのだ。グロテスクなバレエダンサーのように翼に降り立ち、またもやむき出しの太い足を広げてエンジンカウリングにまたがり、金属板をいじくり始めた。しかし、そう心配することもあるまい、とウィルスンは思った。いくらあの怪物でも。 爪でリベットを引き抜けるわけがないパイロットにあいつの姿が見えようと見えまいと実際上大した問題はない少なくとも飛行機の安全に関する限りではただウィルスン個人に関してはその時あいつが金属板の端をめくり上げたウィルスンは息をのんだ 前方のコックピットの出入り口からキャビンアテンダントと機長がやってくるのが見えたので「早く早く来て!」と叫んだ機長は目を上げてウィルスンを見るといきなりキャビンアテンダントをしのけ泳ぐようにしてこちらにやってきた「急いで!」ウィルスンは怒鳴った窓外に目をやるとあいつが飛び去るところが見えたそんなことはどうでもいい 今度は証拠があるのだ。どうしました機長がそばに来て息を切らしながら聞いた。あいつがエンジンの追いを引き剥がしたんです。誰が何をしたって外にいるあいつだよ。今言ったように、そいつが。ウィルスンさん、もっと声を小さくして。ウィルスンは愕然となった。 何があったのかは知りませんが見てごらんなさいウィルスンさんいい加減にしてください言ってるだろう募ってくる腹立ちをぐっとこらえ座席の背もたれに体を押し付けてしびれた手で窓を指さした頼むから見てくれ機長は呼吸を沈めながら状態をかがめて見た それからすぐに冷ややかな目でウィルスンを見たそれでウィルスンはさっと窓外に目を向けた金属板にはどこも変わったところはないそんなあいつが金属板を剥がすのを見たんだウィルスンさんそういうことはあいつが金属板を剥がすのを確かに見たんだ 機長はそこに突っ立って、キャビンアテンダントと同じ、当惑した表情を浮かべている。ウィルスンは体をわななかせて。言っているだろう私は見たんだ自分のかんだかい声に自分で驚いた。機長がいきなり彼の隣の席に腰を下ろした。ウィルスンさん、どうか。あなたが見られたことはわかっています。でもね、 機内には他のお客様もいらっしゃるんですよ余計な不安を与えないようにしないとウィルスンは動転していて機長の言う意味がすぐには頭に入ってこなかったそれじゃああなたも見たんですねもちろんですしかし乗客の皆さんを怖がらせてはいけませんから分かっていただけますねええそれは無論私だって 下腹部のあたりに痙攣の予感がきざしてきたウィルソンはぎゅっと口を結び貴重肉肉しげににらみつけたううそういうことかとポツンと言ったいいですねくれぐれも忘れてならないのはもういいはあ、ウィルソンは身を震わせたもう言ってくれ ウィルスンさん何をそんなにやめてくれ怒りで青ざめた顔を機長から背け光を失った目で翼を見つめたそれからいきなり振り返って機長をにらみつけた「もう何も言わんから安心しろ」と過みつかんばかりに言うウィルスンさん分かってください ウィルスンはプイと窓の方を向いていまいましげにエンジンを睨んだ視野の隅に乗客が2人通路に立ってこちらを見ているのが映った「バカ者どもが」と胸の内で怒鳴った両手が震え出し一瞬胃の内容物を吐いてしまうのではないかと思った「飛行機の揺れのせいだ」と自分に納得させる「期待は今や」 嵐にもてあそばれる船のように激しく揺れていた機長がまだ話しかけているのに気づいて窓ガラスに映る機長の姿に目の焦点を合わせた機長のそばには真面目腐った表情のキャビンアテンダントが押し黙って突っ立っている「お前たち二人とも大バカ者だよ」と胸の内で罵る二人がそばを離れて去っていくのにも ウィルスンは気がつかないふりをした彼らがキャビンの後方へ歩いていくのが窓ガラスに映っているあいつら私が暴れ出した時はどうすればいいのか相談し合っているのに違いないと彼は思ったこうなったらあいつがまた現れてカウリングの金属板を引っぺがしエンジンをめちゃめちゃにすればいいここにいる30人以上の乗客の命を救うも救わぬも この自分次第なんだそう思うと復讐にも似た喜びが湧いてくる彼がその気になれば大惨事を引き起こさせることも可能なのだウィルスンは不気味な笑みを浮かべた自殺もこれぐらい大がかりだとはちょっとしたものだあいつがまた舞い降りてきたやっぱり思った通りだった あいつは飛び去る前に金属板を元通りに戻しておいたのだその証拠に今またいともやせやすとめくり上げているまるでグロテスクな外科医が切除した皮膚をめくるような具合だった翼は激しく動揺していたがあいつはくもなくバランスを保っているように見えるウィルスンは再びパニックに襲われたどうしたらいいのだろう 誰も彼の話を信じてくれないもう一度同じ話を繰り返したら今度は強制的に監禁されてしまうかもしれないキャビンアテンダントを捕まえて隣に座ってもらっても一時の気休めにしかならない彼女が席を立った途端あるいは席を立たないまでも眠り込んだ途端にあいつはまた戻ってくる仮に彼女が眠らずずっと目を覚ましていたとしても あいつが反対側の翼へ移ってエンジンをまたいじり出したらどうにもならないウィルスンは恐怖で尾根まで凍りつきそうな気がしたもうダメだ手の打ちようがないウィルスンはビクッとしたあいつを見つめている窓ガラスに機長の通り過ぎる姿が映ったのだその瞬間 彼の理性は粉々に砕け散ってしまいそうになったあいつと機長とはお互いすぐそばまで接近しウィルスンには二人の姿が見えているのに双方ともお互いに気づいていないいやそうではなかった機長が通り過ぎた時あいつは肩越しにちらりとこちらを見たからだもはやウィルスンには邪魔立てできないことが分かっていて もう飛び上がる必要もないと言わんばかりだったウィルスンは憤怒に血が煮えたぎるのを覚えた「殺してやるいやらしい獣のめ殺してやるぞエンジンの回転が止まったそれは一瞬だけだったがその瞬間ウィルスンには自分の心臓が止まったかと思えた窓ガラスに顔をしつけ目を凝らしてみた」 あいつは金属板を目いっぱいめくり上げ両膝をついてエンジンに手を突っ込んでいるやめろやめてくれまたしてもエンジンが停止したちばしった目で周りを見たみんな耳がおかしいのかキャビンアテンダントを呼ぼうとボタンに手を伸ばしかけ慌てて引っ込めた ダメだ。そんなことをしたら監禁されてしまう身動きもできないようにされてしまう今何が起きようとしているかそれを知っているのはウィルソン一人だしみんなを救うことができるのは彼しかいないのだ祝勝しょう下唇をぎゅっと噛みしめその痛さに思わずうめいた体をひねって後方に目をやってあっと思った 揺れる通路キャビンアテンダントが早やしてやってくる彼女も聞きつけたんだウィルソンが見守っていると彼女はちらりとこちらに目を向けただけでそのまま通り過ぎていった彼女は3列先の座席で立ち止まったエンジンの異常を聞きつけた乗客がいたのに違いないキャビンアテンダントは身をかがめここからは見えない客に話しかけている ウィルスンはじっと見守った着外からまたもやエンストが起こりそうな音が聞こえたウィルソンは急いで窓の方に向き直りおののきの目で外を見た昆虫ショう鳴き声に近かった通路に目を戻しキャビンアテンダントが引き返してくるのを見た少しも慌てている様子はない信じられない面持ちで彼女を見つめる そんなはずはない彼女が左右に揺れながら歩いていくのを目で追いながら一緒に体をひねりキャレーに入っていくのを見届けたもうダメだ体がわなわなと震え抑えが効かなくなった誰も気づいた者はいないのだ誰一人知らないとっさにウィルスンは身をかがめ座席の下から旅行カバンを引っ張り出した ファスナーを引き開けブリーフケースを出して床のカーペットの上に置くそれからもう一度手を入れユフの包みを取り出して体を起こした目の隅にキャビンアテンダントが引き返してくるのが見えた足で旅行カバンを座席の下に押し込みユフの包みを座席の自分の横に押しやる小刻みに震え出しそうになる息をこらえ身を固くして彼女が通り過ぎるのを待った 通り過ぎると包みを膝に乗せ開いた慌てていたため危うくピストルを取り落としそうになった寸でのところで重心をつかみしっかりと重波を握り直し安全装置を外した窓外に目をやり思わずぞっとしたあいつがじっとこっちを見ていたのだウィルスンは 震える口元を固く引き締めたこっちの考えていることがあいつに分かるはずはない彼は生唾を飲み込み一呼吸入れようとした視線を移してキャビンアテンダントが前の乗客に薬を渡しているのを見てから翼に目を戻したあいつはまたエンジンに向き直り手を差し込んでいる ウィルスンはピストルを握る手に力を込めそろそろと重口を上げていっただがまた下ろした窓ガラスが熱すぎる銃弾が跳ね返って乗客に当たるかもしれないウィルスンは身震いしあいつの様子を伺ったまたもエンジンが止まりかけ火花が散ってあいつの毛の地みた顔を照らし出した ウィルスンは腹を決めた方法は一つしかないのだ異常用ドアのハンドルを見下ろした透明なカバーで覆われているそのカバーを引き剥がして捨てた危害に目をやるあいつはさっきと同じ場所にうずくまりエンジンをいじくっているウィルスンは震える息を吸い込んだ左手をハンドルにかけ試してみた 下へは動かないようだが上にはいくらか遊びがあるハンドルから手を離しピストルを膝の上に置いたあれこれ考えてる暇はないるえる手でシートベルトをしっかりと締めたドアが開いたら機内の空気がすさまじい勢いで外に吸い出されるはずだこの飛行機を救うためには彼が外に放り出されてしまってはならないやるぞ ウィルソンは再びピストルを手にした心臓の鼓動が乱れる間髪を置かず正確に打たなければ打ち損じたらあいつは反対側の翼へ飛び移るかもしれないいやもっと悪くすると尾翼の方に行ってしまって誰にも邪魔されずにワイヤーを引きちぎりフラップを叩き潰し機体のバランスを壊してしまうことだってやりかねないそうだ もはやこれしか手立てはない狙いを低くしてあいつの胸か腹を打つウィルソンは肺いっぱいに息を吸ったよし今だやるぞ異常用ドアのハンドルに手を伸ばした時キャビンアテンダントが通路を歩いてきた彼女はぎクッと足を止め一瞬凍りついて声を失った 儲けたような恐怖の表情が顔に広がっていき懇願するように片手を差し伸べたそれから席を切ったようにエンジンの音をます,するほどの金切り声を発したウィルソンさんやめて下がっていろとなるなりハンドルをぐいっとこじ開けたドアが突然消えたようだった一瞬彼が手で掴んでいたものが次の瞬間にはうなりを上げて消滅していた それと同時に彼の体を座席から引き上がそうとする凄まじい吸引力に巻き込まれた肩から上がキャビンの外に引っ張り出され氷のような希薄な空気を吸っていたエンジンの高音に鼓膜が破れそうになり目は凍りつくような旋風で開けていられずあいつのことどころではなくなった彼を包み込む渦巻きの中から悲鳴が聞こえたようだったがそれも。 遠くで叫ぶ声のようだその時あいつの姿が目に入った翼の上をこちらへ歩いてきたゴツゴツした体を前かがみにし鍵詰めのように曲げた手を伸ばしてきたウィルスンは腕を上げ発砲した銃声も凶暴な風の方向の中ではポンと弾けるくらいにしか聞こえない あいつはよろめいて打ちかかってきたウィルスンは頭に痛みが走るのを覚えた至近距離でもう一発撃つとあいつは弾かれたように後ろへ吹っ飛びあっという間に風に飛ばされた紙人形のように消えてなくなったウィルスンは脳みそがしびれていくのを感じた力を失った指からピストルをもぎ取られるのがわかるそれきり全てが冬の闇に消え失せた 身動きしもぐもぐつぶやいた血管にあたたかのものがゆるやかに流れ込んでくる足がぼうと化したようだった暗闇の中に人の動き回る気配がしぼんやりとささやき声がしている何かの上に仰向けに寝かされ軽く揺られながら動いているらしい冷たい風が顔をなで彼の乗っているものが傾くのが分かった ウィルスンはほっとと息をついた飛行機はすでに着陸し彼は今担架で運ばれているところなのだ頭には包帯が巻かれているらしく多分鎮静剤も打たれているだろうこんな無茶な自殺の仕方なんて聞いたこともないとどこかで声がしたウィルスンはおかしくなった誰だか知らないが それが間違いいでであることは言うまでもないエンジンを検査し彼の頭の傷をつぶさに調べればすぐに分かることだその時になってウィルスンがみんなの命を救ったのだということが明らかにされるだろう彼は夢も見ずにぐっすり眠った Read.